シャツありがとうございますチョコ。で、当たったの、すごい。楽しみですね。待ってます。ありがとう猫。猫ちゃんありがとうございます。すごいね。やっぱ、あ、セクハセ、あ、まあでもドスコイパワーで、じゃあの、あ、じゃない、愛が足りてなかったから当たんなかったのかもしれない。ありがとう、チョコ。うん。でも当たった方多いね。すごい。待って。あの、ほら、5時。なんだっけ、あれだよ、チョコありがとう。あれだよ、あれ、あのさ、なんていうの、トーク会展握手会ツーショット会5時受付だって、5時、あ、5時、あ、ちょっと待って、5時申し込み、あ、足りなくなった ね、どうすればいい、足りなくなった、どうすればいい、待って、どうしよう、受付だ、受付始まりはした、あ、待ってもうごめん、始まりました、聞いて、あ、やだ、もうね、やだ、助けて、はい、あ、できた、やっとできた、あ、なかなか大変な作業、クッキーチョコありがとう、でもそうだよね、めっちゃ倍率さ高いよね、絶対、ありがとう、ハート流れ星ありがとうございます、一気に触れる通常コーナー出るから待っててね、待ってます、来てね、リップだけでいけそう、え、そう、リップ塗ったんですよ、なんかありがとうございます、とオーディションはノーメイクですね、なんかよく分かんなかったから、いや、分かんない、難しいじゃん、ありがとうございます、クッキー、なかなか難しいよ、ありがとう猫、今日はバレンタインだね、バレンタインありがとうございます、あ、そう、市内あるんだよ、ありがとうクッキー、メイク上手くなった、え、前よりね上手くなったと思うけどね、今日はねやってないんだよ、まだバレンタイン何作る、え、ここあの、それ作ることにしたんですよ、そう、あの12期の、そうそう、ありがとうクッキーで、なんだっけ、あのクッキーになんか乗ってるやつです、何言ってんのか分かんないの、ここありがとうございます、あとトーク会少し大会、お、ありがとうございます、ありがとう、なんかクッキーになんかマシュマロ乗るやつみたいなやつ、あ、じゃあまだ作ってないんですよ、あ、待って、充電すんな、捨ててた携帯、あ、こっち刺さってた、携帯のね充電しないとね、よいしょ、クッキーにマシュマロ乗ってるようなやつです、え、じゃ今回は一人で作るけど、え、もう真剣に作ります、ありがとう、今日はそう、ちょっと学校だったからね、学校、まあ平日は学校なんだけどね、そう、学校だったから
昼間からねとか作れないから、もう夜で、昨日作ろうとしたらもう11時半だったのでやめました。一人で作ります。届いてないの、ほら豆。それ多分ね、住所が間違ってたんだと思う。今まで真剣だったけど、それより真剣にいきます。ストレートです。郵便局問い合わせていいよ。いいよ、問い合わせてみ。多分ね、間違ってたんだと思う。住所がね。住所ね、ありがとうございます。流れ星、お菓子の前に課題とテスト勉強して。課題はほぼできました。もうあれだよ、あと何かあったかな。だってもうやったよ。偉いでしょ。普通だって、まあ、テストはまだもうちょっとあるのでね。おうちゃん、大岡さんにはあげました。もうありがとうございます。いや、ダイエットしてるんですよ。まあ始まったばっかりだけど。そこでね、そう、黒い服、今日は黒い服です。珍しいよね、こういう服着てるの。結構なんか、お姉ちゃんと買ったんです。お姉ちゃんとかと、お姉ちゃんと買いに行って買ったんです。そう、頑張った。大岡さんには買ったやつです。さすがにね、ちょっと手作りをあげる勇気はここにはない。手作りをあげる勇気はここにはありません。こんばんは。ないよ。だってさ、ねえ、手作りあげる勇気ないよ。パパにあげたの、お姉ちゃんがバレンタイン作ったんですよ、一人で。だからね、お姉ちゃんはそうあげたけど、そう、ココは作ってないから。同期で一回、いや試しとかじゃなくて、普通にバレンタインがあげるんです。試しとかじゃないから。こんばんは。板チョコでいいのでください。板チョコか、板チョコね、持ってないんだな、ここ。サータンで試そう。サータン食べてくれるかな。サトカホのチキあげるの、姉ちゃんのバレンタイン残してくだ。え、そんなんもうありありじゃん。いいじゃん。23日の制服の移動させて、おやったね。やっぱドスコイバーワーはすごいね。お姉ちゃんのとココのチョコレートだったら、多分ココのチョコレートの方が美味しいですよ。愛情を込めるので、愛情を込めなので、ご自身のココの方が美味しいと思います。ドスコイ T シャツ着ていくね。着てきてね、楽しみにしてます。初お披露目ありがとう。ハート、おうちゃんスイーツ自分です。大岡さんスイーツ好きだよね。スイーツとフルーツ、ありがとうございます。音符ありがとう。お姉ちゃんのチョコ、そんなこと言わ、あの、言っちゃいけないですよ。ありがとうございます。あと、ドスコイボンジュール、ドスコイポンジュース、イエーイ。マカロニ、え、マカロニあげよっかな。マカロニ、もし僕の顔腫れてたら、アンズさんに殴られた後です。殴られてください。最低ここ。あ、まあまあまあ、ポジトココハイサイト恐ろしいので、サーティンのサイオ、いや、ココハとココのサイリウムにしてください。初日ですよ、ここの。
ありがとうございます。ハート、お姉さんに、いや自分でちゃんと作ります。なんかお姉ママが材料とか測ってあげようかって言ったけど、自分で作るからやめてって言ったんですよ。そう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あのそれでね、ここね、あのさ、すごいとっておきのものを持ってるんだ。ちょっと待って、出て、勇気が。そう、主役はコガハちゃんだよ。コッコハン、コッコハンですからね。ユニットの時だよね。でもユニットなんだろう。え、じゃあこれ普通のさ服なんだけど、普通の服なんだけどねえ。やっほん、こんばんは。押しつぶされてくださいね。ありがとうございます。あと、いていて、お友達にもらったんだ、ありがとう。ねえ、本当にジャージじゃないんだって。普通の服なんだって。ほら、普通の服なんだって。ジャージじゃないんだって。ジャージじゃなくて普通の服なんだって。ほら、服でしょ、普通の服でしょ。ね、わかった。そう、受刑者、受刑者って読むよね、これ。ここ漢字入るようになっちゃった。え、ねえ、そここさ、すごい話あるの。え、ちょ、本当にこれジャージじゃなくて本当に私服なんだって。私服なん、私服なん。下はジャージです。下は、下はジャージ。下はジャージだけど上はジャージじゃないんだって。わね、下履いてなかったらやばいでしょ。ジャージで下はね、下はね。でも上は、上は服なの、本当に服なの。ちょっと寒いから暖房つきますね。なんだっけ、すごい話、あ、思い出した。え、待って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 、ちょっと待って、なんかやばい話忘れたんだけど、ちょっと待って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 ね、ちょっと待ってね。あ、思い出した、思い出した、思い出したね。ありがとう、大好きクッキー、ありがとう。いい、そう、忘れないの、もう忘れません。今日なんか地理の授業があったんですよ。で、あのココは、ね、友達、これがくれた友達と席が隣なんですよね。いつも一緒にいてくれる子なんだけど、ありがとうございます。それで、ね、あの当たるじゃないですか。で、なんかインド、インドはなんかなんちゃらみたいなインドはなんちゃらみたいな、なんだっけ、インドをなんか名所で言うとみたいな、本当のなんかやつで言うとみたいな。ココのお誕生日のプレゼントくれました。なんちゃらってやつ。なんかありがとうクッキー。なんかインドのなんか、あ、正式名称みたいな。そうそう、正式名称。それってさ、インドの正式名称かな、多分そんなようなやつなんだけど。それで、あのなんかそれを言われてて、ここ隣だって、あの普通に話してたのね。で、あのここがインドネシアじゃないって言ったの。それでインドネシアって言ったら違かったの。本当は何なのか分かんないんだけど、よくえ、ありがとうございますクッキー。え、本当はさ、正式名称は何なの？インドネシアはまた別なんでしょ、インドと。ありがとうございますクッキー。まあすごい話はまだこれからなんですけど、ありがとうございますチョコレート。
まあ、インドとインドネシアはまた違かったですよ。ここが教えてあげたのは違かったんですよね、ここのおバカな頭のせいでね。でね、そう、別にインドはインドネシアだと思ってたのね、一緒だと思ってたの。だから一緒だと思ってたから、なんかすごいかわいそうな思いさせちゃったんですけど、なんかそれで、なんかその後にね、こっからが本当にすごい話で、なんかあれなの、なんだっけ、南アフリカだっけな、なんだっけ、南アフリカみたいな、なんだっけ、南なんちゃらみたいなやつがあったの。南なんだっけ、南アフリカみたいな、なんだっけ、南南がつくやつがあったの。もうなんか分かんなくなっちゃったんだけど、南さんは全然違うんだけど、なんとかみたいなのある。南でなんか南って思わずに、なんなんちゃらこんちゃらみたいだみたいな、ありますか。なんとかほにゃらららららみたいな、分かんなくなっちゃった。なんだか、南って書いてなんって読んで、その後に何か来るやつなんだっけ。まあそれがあるんですよ。もうなんか分かんなくなっちゃったんだけど、あ、南極かな、違うのは南極じゃないの、まあ、南アフリカだとしておきましょう。それでなんか、それをなんで S って、なんでこんばんは、なんで S って言うんですかみたいなの聞かれてたので、ここがそれでなんか、みんな、それはなんか、その S は S は南のそのアルファベット表記、アルファベット表記英語にした時に S から始まるからみたいな言ってて、でコグがその英語でなんて言うのって聞かれてて、コグがサウスって言ったら、サウスだったんだよ。何も知らないで言ったんだよ。そしたらね、サウスで会ってたの。いや本当にココね、天才かと思っちゃった自分が。で2人で一緒に驚いてたんだけど、本当にココすごくない。なんで S が S はなんで S なのかみたいな。で南をアルファベットにした時に、南ってサウスって言うから S から始まるじゃん。でその S から始まって、その南はあみたいな、すごくない、ちょっと。でなんと、ここちょっと今日すごく悲しいお話があったの。天才だよね。ハッピーバレンタイン。先生は知らぬ存ぜぬ。先生は知らぬ存ぜぬ。なんて読むの。適当に言ったの。適当に言ったっていうか、なんかぽかったからね。言ったらね。いっぱい話あるんですよ。ありがとうございます。あと、あ、ちょっとその前に一つ。一つ話していいですか。ね、ちょっと待って、なんかピカピカしてる、ちょっと待ってね。よし、あ、そう、それでね、ね、あの、なんかできピカピカしてる。でね、あのね、あれなんだっけ、あの制服の目公園の当選連絡もなんだっけ、落選メールも両方とも来ますかっていうのを聞きたかったのね。両方とも来ますか。暑い。落選メールは来ないの？え、そうなの？
ありがとうございます。ハート女性枠の落選メールは来ますか？え、サイトで確認？どういうこと？え、どうやって、どうやって確認？せいじゃないの、すみません。ありがとう。え、どういうこと？え、自分でサイトが、サイトがある。え、ねえ、わかんない、わかんない。え、でもなんかそのメールが来ないみたいな。どこのサイトで見ますか？え、どうやってメール、すごいチカチカしててやったの。2月分申し込み画面で確認。そうなの？待って、結果出ました。メールにリンクが載ってるので、そこで、あ、じゃあどっちみち落選でも当選でもその確認してくださいメールは来るってこと？今回ぶっちゃちチケブラじゃなくてメールだからどうするのか分からねえ、教えてあげて。ちょっと午後にも分からない。ありがとう。まあ、そのメールが来るということで OK です。ちょっと後でねやってみますね。あ、分かったって、ありがとうございます。じゃあ次の話ね、その悲しかった話するね。あのね、悲しかった話なんだけどね、みんなありがとうございますね。みんなありがとうございます。分かったそうです。ありがとう、ありがとうございます。でね、その悲しかった話なんだけどね、まあ、来るか来ないかは分かりません。悲しかった話なんだけどね、なんかここ初見じゃないでしょ、初見じゃないでしょ。何に挟まれたんか、何に挟まれてはないんだけど、なんか学校で会った話、話なんだけど、なんかあれなの、なんかあのあのね、あのこうやって席があるじゃん、学校って席があるじゃん、こうやって席があってさ、あの当たってくの、どん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 当たってくの、あの何番誰々さんこれ答えてくださいみたいな、こうどんどん縦に当たってくのね。でここ、あ、来るの分かってたからさ、こう当ててくねって言われたから、来るの分かってたから、その自分の番号のやつを、あの自分が来る、自分のさ、こう数えるとさ、前に何人いるから、じゃあこの問題答えればいいやっていうのがあるじゃん。でそれをここがやってて、あ、もう合ってたのね、結果的にも合ってて、なんかそれでここ待ってたんだよね。そしたらなんかここだけ飛ばされたの、ここだけ飛ばされたの、ここの顔見てたのに、もう本当に先生に嫌われてるわと思ってショックを受けたの。でもすごい悲しかった。だってね、ここじゃみんな当てるっていうの、そこだから、ここがね待ってたんだよ。そしたらね、あのね、うん、悲しい、ここだけ当てられなかった。え、でも悲しい。え、でもいつも当てるの、いつも。え、でもね、できない子とかでも関係なくみんなに当てるの。まあ、当てられなくてラッキーだとはね思うかもしれないけど、ここはねできてたの、その問題が。
でもね本当にね一人残さず当てる先生なの、その先生だから優しさとかじゃなくてココの音嫌いなのきっと。でもね本当にね、そこねほんと一回ねココね、あのねあのねそれ思った時、ココってさ死んだんだっけって一回思ったの、考えたの、あれココってあれなんか透明にでもなったんか死んだっけとか思ったの一回、びっくりしちゃったのココ、先生にここ見えてないんだと思って一回びっくりしたの、生きてるよねって。でもそしたらなんか隣の子がえみたいな感じでこっち見てきて、みたいな二人だったの。だから本当ここびっくりしちゃって、もうこう生きてなかったっけとか思って、もうねびっくりしちゃったの、もうね白すぎて見えなかったです。でもそれかもしれない、もうそれやばいよ、なんか悲しかったんだけど、もう結構悲しかった、もうね結構傷ついた傷ついたんですよ、ショック。でもねココちゃん幽霊になったかもしれない、そう23日つけるんだよ、それは大丈夫だよ、存在が薄いのね、存在が薄いのね、そういうことかな、あんまりいない時もあるからってこと。先生に何もしてないし、やだ悲しい。クルミンがマカロン作る、食べたいあダメだ、ダイエットだ、ダイエットダイエット、ココはってずっと思ってた、ココなんで拾われた、ずっと思いながらあの下向いてました、悲しくて悲しい、悲しかった、まあいつもだったらよっしゃって思うかもしれないけど、ちょっとこれはできてたから悲しかった。もう結局ね合ってたからね、合ってたから結構ねもうショックでね、テストでいい点だね。ここ一発目のテストめっちゃ良かったですね、教科。でもちょっとあのあれです、あの授業出なくなってからおかしくなりましたあでも大丈夫です、あの追試は取ってませんのでね、ちゃんとちょっとちゃんと作ってるか確認していきます。だって見たいだけじゃん。好きな子に意地悪いし、そうかも、こう先生ここのこと好きなのかもしれない。甘いのは真ん中に集まるドーナツはゼロカロリーです。ダメだよ、ドーナツ太るんだよ。イケメンいい感じ、本当ありがとうございます。ありがとう、なんかでもおいしい。お菓子作ってると思ったら作ってなかった？くるみさんが？くるみさんのスペイン、マジ、本当に、あのね、もう可愛すぎてやばいよ。びっくりしちゃう、可愛すぎて。可愛い可愛いって、可愛い可愛い可愛いなって。ありがとう、チョコありがとう。ねこう先生に何もしてないし、先生とあんまり関わってもないよ、授業でしか、本当授業でしか関わってないよ。ありがとうございます。あと制服食べてたら食べまくるの、いやダイエットはいつまでも。こちゃんのスピンもなかなかって何、なかなかって可愛いリラゾイよ、ありがとうだるま。こちゃんスピン好きだ、ありがとう、ありがとうございます。こちゃん先生と、まさかこさ先生に当てられたことなんてあるのにな。ありがとう、フォロー、ありがとうございます。フォローしてください、皆さんも絶対してください、絶対で、思えた瞬間フォローポチね悲しい、ありがとう、あとありがとう、あと3人だってね、皆さんフォローして、フォロー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 して、ありがとう、ハート、ありがとうございます。今日はバレンタインだよ。あとここね、そのさっきご飯食べたっていう友達にねチョコもらったんだ、ありがとうございます。先生にチョコ渡したら、でもなんかそれ女の先生なんですよね。でそう、ありがとうございます、欲しい、ありがとう。
こっちゃんは友達にあげないの？え、あげますよ。こんばんは。クッキーありがとう。見てってね。12期トップフォロワー数目指してます。目指してます。いやでもね、もうね、もうあのフォロワーのことは気にしないようにしました。もう見ないようにしました。もうません気にするけどね。もう自分のだ。クッキーで端丸挟むのを作ったこと、すごい。上に乗っけるパターンです、ここは。ありがとうございます。でも作ったら見せます。こっちはまあまあか。何まあまあって声やばすぎるこんばんは。とりあえず来月の特学習会に集中。楽しかったら、ツーショット会来た方がいいと思うよ。だってツーショット会の服知ってますか？可愛いの着るんだよ、可愛いの。声たまにやばい時ある。風邪ひいてる時めっちゃやばかった。なんかさ、あれでもココミンとかにおじさんいるんだけどって言っちゃ笑われた手形届くの楽しみにしてる。楽しみにしててね。もうパワー溜め込みまくったんですよ。もうね、なんかね、たまにね声ひどい時ある。なんかグーガ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 ーみたいなやばいね。そういう意味で、すごい、おめでとうございます。もうパワーだね、ドスコイパワー。着ぐるみ、そう、着ぐるみ、マイメロの着ぐるみ着たかったんだけど、なんかちょっと高かったんですよ。だからどうしようかなと思って、なんか想像以上にね、あの結構いいお値段するんですよ。そう、実は中身がおじさんなんですね、あのバブーじゃなくて。サイン会のメッセージは結構書きましたね。裏いっぱいに書きました。でもあれだよ、そう、皆さんからね、メールでね、これ書いてっていうの来てたんだけどね、書き終わった時に来てるのとかあって、だから書けてないんですよ。本当にごめんなさい、それは本当にごめんなさいね、本当に。そう、でもそう、私ちょっとだから、そう、ツーショットやポーズが、いや、ツーショットはポーズ思い浮かびますよ。でもドスコイはもちろんですからね、ドスコイは。でさ、ツーショット回さ、さ、思ったんだけどさ、なんかさ、チャイナ服と警察官着るって言ったじゃん。でさ、それもさ、あのツーショット回もそうだけど、トーク回とかでもさ着たらいいかなと思って。キャラクターもあんた、そうだよね、おじさん。大丈夫だよ、女の子だよ、女の子。しません。そう、期限早かったんですよ。そう、万が一他のメンバーの生体 Tシャツ着てこちゃれにいたら、市内ではったかれるのかしら。続きます、ツンツンまあまあ、なんか、そう、そう、今日はね、黒い、ジャージじゃないから、これ、ジャージじゃないから。愛知のツーショット会の方がチャイナ服で、東京の方が幕張の方が警察官。どすこいポーズ以外想像できない。いや、そんなことないよ、いろいろあるよ、いろいろ。こっちは連に行くとき着替えないと、カッコつけて違うのを着ていくつもりでしょ。ジャージじゃないよこれ、個性じゃなくて普通に可愛い私服でいいよ。なんか私服、私服も私服なんですけど、私服も私服で着ますよ。2日ともチャイナ、違うメイドと、あの東京の方の2日目のなんか着席の衣装は決まってない、まだ。こちゃんの握手めっちゃ痛そう。痛いよ、もうね、にぎにぎ、おにぎりのようににぎにぎ
1枚もあかん、なんでドスコイ坊主だ。そうだよ、ドスコイ坊主はもう絶対だよ。ねえ、面かぶってこなくてやめて、面かぶってこないね。ドスコイ T シャツ2ショット、やったー、楽しみにしてますね、待ってる。ありがとうハート。なんでジャージやだよ。いや、剣道着の時はあの迷ってて、でも面はつけません。髪型は迷ってるけど。おーちゃんの生体 T シャツ大丈夫ですか。大丈夫です。それはね、いいよいいよ。こーちゃんの私服って竹服、竹服、ドスコイボンジュール力士の格好。え、そう思ったんだよね、相撲思ったんだけど、なんかこうなんか膨らむ系の、なんか空気入れたら膨らむみたいな、そういうのしかなかったの。そんな口はこう怖くないよ。おにぎり、ここがおにぎり作ったらべちゃべちゃらしい、結構悲しい。ありがとうチョコそう、裸足だと思うじゃん。さすがに履きます。23日当選始めました。すごい、おめでとうございます。あ、フォローしてね、フォロー、あ、絶対フォローしてね、フォロー、ありがとう。クッキーチョコありがとうございます。こっちは生で見たら美少女すぎて倒れるかも。倒れないでね。そしたらココがね、あの運んであげるね、救急車で。ココが救急車になって、あの病院まで運んであげますね。ピーポーピーポーって言って。手もめちゃめちゃになったらどうしよう。なる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 。え、あのね、あのね、あのね、あと、ぞうりも、ぞうりさ、わらで自分で作ろっかな。ぞうりで、あ、ん、わらでぞうり、あ、違う、ぞうりはわらじゃないんだ。わらで靴作ろっかな。たくましいでしょ。なんで、ね、なんて言おうとしたんだっけ。あ、1日目かな、あれなんだよ、大岡さんとあの佐藤果歩さんと同じ時間帯8部で一緒なんですよ。こんばんは。ゾウリムシでゾウリ作ったら、え、それダジャレですか。ゾウリムシでゾウリ作ったらって、こうゾウリムシ好きなんだよね。え、ゾウリムシ結構いいよねゾウリムシってさ、なんかさ、ゾウリの形してるからゾウリムシなんでしょ。で、ここゾウリムシ好きで、ゾウリムシってテストでよくかけてたんですよ。で、髪型は、まあ、本当に迷ってるけど、あのアクセサリーとかはあのちょっとずつ集めお試し会で、キャコちゃん結構、え、そう、めっちゃ緊張してた。今回リラックスして、え、1日目は多分もう緊張って感じだけど、2日目からは多分大丈夫だと思われる。あ、ここはね、もうね、ほんと緊張だらけなんですよ。めっちゃ緊張しちゃうですよ。もう緊張野郎なんですよ。緊張野郎って言い方がね、よいしょよいしょ。難しい髪の毛、こんな感じダジャレに点数つけてください。100点。あ、でもここだけに55点かなそんな自分なんですよ。可愛いからこれで釣られそう。それは釣りますね。あの魚釣りみたいに釣りますね。じゃあ魚釣り再現、ほっ一応こう魚釣りしてみたいかも。結構多分うまい気がする。ゾウリムシ好きなんですよ。なんかゾウリムシ、なんかゾウリムシとあとミジンコだっけ、ミジンコだっけ、なんか好きなんですよ。前回の試したけど別のメンバーに対してちょこでしょ。でもみんなね、緊張するよね。ありがとうチョコ、ありがとうございます。ちょっと緊張やろうなんですよ。喋れなかったらSKで一番見る
喋らないようにしますね。じゃ今からおとなしく喋るようにします。こっちゃんと緊張するとおとなしくなるからすぐわかる。こっちゃん緊張、あ、こっちゃん緊張するとね、こっちゃんそう緊張するとほんとおとなしくなるんですよ。そう、ミヤビームは今回が初めてですね。前回はね体調不良で、こっちゃんうるさすぎて魚に、え、多分その声、魚って耳ある？耳ありますか？魚って釣り上げるのよくない？じゃあここさ、市内で魚釣りしよっかな。どう？結構新しいキャラじゃない？ちょっとよくない？ね、市内で魚釣りとか言ってさ、魚釣りしてみよっかな。23日公園入るから釣ってくれたらよく釣りますね。釣るので、釣るので釣られてくださいね。完全にちょっとだけ出てたね。そう、ちょっとだけ出てましたね。思いっきり僕を釣ってください。釣ります。釣りしますね。釣りまくります。4人同時の配信、え、どうやって同時に見てるの一体？え、スマホ4台持ちってこと？すごくない？え、魚って耳ありますか？え、だから人間だったらさ、ここに耳あるじゃん。めっちゃ耳真っ赤なんだけど。え、怖くない？真っ赤なんだけど。ねえ見て、怖い。こんばんは。ねえ、こんばん、え、顔真っ赤になった。そして、え、なんで赤くない？赤すぎない？え、新しい新種、あ、人種、あ、新種ですね。新種、え、真っ赤っかなんだけど、見て、怖いよ。あ、フォローしてくださいね。フォローしまくってください。やかいよね。ね、赤すぎじゃない？ね、怖い。ね、怖いよ。ん？え、長野は朝は寒いけど帰りはあったかいです。え、ちょっとやばいんだけど、耳どうなった？ありがとうございます、クッキー。え、なんで？なんか赤すぎじゃない？何もしてないの？赤すぎじゃない？こんばんは。え、耳大きいんですよ。耳大きいんですよ。ほら、大きいんですよ。耳あってして投稿したりするの？してないです。してないですね。耳言うたから、さっき開けたピアス、ピアス開けたの？え、もうピアス怖いんだけどさ。でもさ、なんかあれじゃん、なんかこんばんは。ピアスさ、痛いのかな？痛いよね。でもありがとうございます。耳も手も大きい、足も大きいよ、背も大きいよ。顔が小さいね。いや、そんなことないよ。ありがとうございます。ね、小学校の時はね、めっちゃ耳あって入らなかった。じゃ、耳の長さ測っていきたいと思います。ちょっと待って、こっちの方がいいか。どうやって開かんのこれ？ここ7センチ。え、7センチ、え、なことある？7センチなんだけど。え、7センチってある？7センチってありますか？7センチって怖くない？そう、七色の部分が、そう、7センチなんてことなくない？ここが0でしょ、でここでしょ、ここでしょ。え、7センチなんだけど。え、7センチだよ。
よろしく7センチ。7センチ。え、じゃあ皆さん測ってみてください。そしたらあのメールで教えてね。あの多分今測るのは大変だと思うのでね。7センチだよ、7センチ。7センチってほら、こんなにある、こんなに。え、でもほら、やっぱ7センチなんですよ。ありがとうございます。クッキーありがとう。そんなこと教えません。分かっていたら6センチ。あ、じゃあ、まあ同じぐらいですね。6センチだから。てか、測るの早いですね。このぐらい。5センチです。このぐらい。こんぐらいです。すごっ、7センチって巨大じゃん。巨大だよ。うん、5、6センチですね、皆さん。ついでに体重測ってみて。嫌だ嫌だ、そんなん嫌だね。耳の前に山頂じゃん。じゃあ座りながら身長測ります。じゃあここから、これが15センチ定規なので、15センチ何回あったか、あのみんな数えて。で全部あの座りながら身長を測る。何回あったっけ。あ、初めて配信でくしゃみした。くしゃみしちゃった。ぬぐるみと通称しよう。どうですか、くしゃみ記念。今日くしゃみ記念です。花粉症、え、そんなに花粉症ない。あのくさ、花粉症メガネって知ってますか。花粉症メガネ、ここあれ、なんかお姉ちゃんが花粉症で憧れちゃって、自分もあの花粉症じゃないのに花粉症メガネを買ってもらって、花粉症メガネをつけて学校へ登校するでね、ただの、え、でもなんか本当に少しだけ花粉症持ってるらしい。え、そう、ここの、あ、そう、マリン様の、あ、そう、ココハンがね、マリン様って言ってるか、マリン様ってあの映っちゃったんですけど、あのマリン様があのくしゃみしてたんですよ。それ聞いたんですよ、ここのマリン様がくしゃみしてるのを聞いちゃったんですよね。だからあのね、そう、そうだからあの可愛かったんですよ、このくしゃみ聞いた時は。ここなんかくしゃーなんですけど、でもなんかたまにくしゃーっていう可愛いくしゃみしたことありますよしたことあるの。ちょっとさ、座りながら測れなかったっていうか、僕があのなんか 何回やったか分かんなくなっちゃった。そうそう、どうやってくしゃみすればいいですか。もうちょっと可愛くくしゃみできるように、あの特訓しときます。くしゃみの特訓、くしゃみの特訓、よーいどん。ヘックチ、ハックションがいいな。ハックション、ヘックション、ちくしょう。じゃあちくしょうって言ってくしゃみするねどうする、くちゅん。おうかさん、おうかさん、おうかさんってどう。おうかさんくしゃみ、おうかさん、おうかさんっていうくしゃみどうですか。ちょっとね、いいんじゃない。どすこい、どすこい、どすこいだいぶ面白いんだけど、自分でやってて自分で面白いんだけど、どうですか。え、怖い。じゃあ仕事目、あ、頑張ってね、頑張ってください。公演もトーク会もたくさん待ってます。
ドスコイ日票本当じゃあドスコイでこくドスコイドスコイドスコイ、あの力強く喋るとこがポイントです。ドスコイってあの力強く喋ます。ドスコイってドスコイってあの力強くね、パワーを込めて、ドスコイパワーを込めて、あのドスコイあのドスコイっていうのがポイント。いくね、待ってるね、待ってます。トーク会のやつでね、あ、いいよいいよいいよ。トーク会でじゃあ一つはね、ドスコイってね、おいらはこっちゃんって言ってくしゃべりします。いいね、こっちゃん。あと高かったかな、こっちゃんね、一緒にドスコイっていうくしゃみするっていう、じゃあ約束ですね、トーク会で一緒にくしゃみしよう、ドスコイってくしゃみというかしゃべ、いやでも多分あのいける、頑張ればいける。じゃちょっとあの多分配信終わった後とかも多分くしゃみすると思うので、その時はドスコイっていうあのやつで頑張って練習特訓してみますね。特訓どうどう、ドスコイドスコイドスコイありがとうございます。あ、じゃあ45分になったのでやめますね。メールも送ります。バイバーイ急に終わる、バイバーイ、おやすみ、メール送ります、メール送りますね、バイバーイ、おやすみ。あ、明日南沢高校やる予定です。南沢高校5日目、バイバーイ。